このCOP15の開幕に際し、経済界からは温室効果ガスの削減目標で日本だけが突出することがないよう公平な負担を求める意見が相次ぎました。我が国だけが突出してですね、高い削減コストを強いられることがないように。日本鉄鋼連盟など温室効果ガスの削減で負担の増加が予想される9つの経済団体が先ほど共同で記者会見しました。鳩山総理が 25% 削減という高い目標を掲げていることを踏まえ、国際競争で日本だけが不利になる削減目標を強いられることがないよう強く求めました。また日本経団連の御手洗会長は、欧米諸国が打ち出した温室効果ガス削減目標について削減費用からすると低すぎると述べ、各国が日本と同じレベルの負担となる枠組みを作るよう求めました。